さて G8 ですが、 G8 とは何かというと、世界の超大国の8カ国の首脳が国際政治と国際経済に関して議論するために毎年1回集まるあの場です。でここから出されるメッセージが、気候変動の国連交渉プロセスへ影響を及ぼしてきた経緯があるわけです。例えばあのグレーンイーグルスの時に、まあ、あの初めてそのブレア首相が気候変動とアフリカを主要テーマにして、そしてグレーンイーグルスプロセスというそのダイアログであるとか、いろいろなことを始めたわけ でその年が2005年で、ちょうどその2013年以降の枠組みについて話を始めなくてはいけないと京都議定書に書いてある年だったんです。でモントリオールでそういうあの2013年以降の話ができる場ができるかどうかということが非常にあの、まあ、焦点だったんですけれども、結局モントリオール行動計画というのができて、それであの3条あの京都議定書に基づく AWG 特別作業部会というのができて、それがあの今日まで続いていて、あのそういう成果があったと。そして去年のハイリゲンダムのドイツの会議があって、2009年までにその合意しなくてはいけないというこの、まあ、メッセージがあったのと、2050年までに半減しなくてはいけないというのが、まあ、ベースラインはなかったんですけれども、そういうことが合意されて、それが元で、まあ、バリアクションプランというのが、まあ、こうあの採択されて、条約のもとにも新しい AWG ができたという経緯があります。なので私たちとしては、私たち環境 NGO、 気候変動に取り組む環境 NGO としては、 G8 を一つの政策ツールとして考えていて、ここで強いメッセージを出すことによって国連交渉を進展させるという役割が G8 にあるというふうに思っています。で特にバリでアメリカがその最後の日にあの途上国の提案に対して最初反対したんですね。反対意見を述べたんです。そしたらもう会場が全員ブーイングで、ものすごいうわーっていう、そういうもう反対の声が上がり、そして次から次へと途上国がアメリカに対して非難の発言を始め、そしてその中で、まあ、最後にパプアニューギニアがアメリカにはリーダーシップを求めている、でもしリーダーシップを発揮できないならばこの場から出てってくれっていうふうに言ったんです。そしたら、まあ、アメリカとしてもう一回発言させてくれと言って、アメリカもコンセンサスが重要だと思う、そしてバリもバリロードマップに参加したいというふうに言って、初めて折れる形でこうあの合意になったんですね。で、まあ、そういう意味でその次の年の洞爺湖サミットは去年のハイリゲンダムよりも一歩もっと踏み込んだものが期待されるわけです。ところが現状ではさっき言ったように、日本が、まあ、セクター別アプローチを提案したり、主要排出国という言葉を使って全員参加 の枠組みでないとダメだと言ったりとかしているので、まあ、非常にあの何も成果が出ないのではないかというような懸念が今出てきています。で24日にあのシビル G8 というのが、まあ、この京都で開かれて、あのシェルパの方たちと NGO が対話をするという場があったんですけれども、あの私としてはこのシェルパのお話を聞いていて、さらに懸念が増大してしまったという結果があります。で結局福田さんのダボススピーチが相変わらず貴重となっていて、これは気候変動だけじゃないんですね。で、あの開発、あの貧困開発系のアフリカ諸国に対しても同じようなことを言っているし、その技術移転に関しても証券ボイスでやるとか、あの、まあ、言っていて、で適用に関しては、まああのまあすごく支援するというふうには言っているんですけれども、それ以外の部分ではあのかなりこう、まあ、日本にとって有利なことしか言ってないっていうのがあって、で日本でまたその多くのシェルパが主要排出国を巻き込まないと意味がないというふうに発言しましたし、
今年はより包括的な合意を目指しているんだと言って、私たちがそのハイリケンタムよりも一歩後退になるんじゃないかという懸念を表明したところ、全てのシェルパがいや、そんなことはない、一歩進んだ、一歩先取りをした合意になると言って、それはなぜかというと、より包括的な合意を目指しているからだと言ったんです。でも共通だが差異ある、あ、この差異はちょっと漢字間違えちゃったけれども、差異ある、差別のあるという責任の原則への言及がなかった。それから日本は実現可能な数値目標を検討中ということで、いつそれが発表されるのかがわからないということがあって、その包括的という意味が、つまり日本と同じで日本以外の全ての国を巻き込む形のその差異ある取り組みが提案されるのかどうかというのが非常に懸念です。差異がない形での提案がされるのではないかということが、懸念されるわけです。特にブッシュ政権のさっき言った主要経済国会議が重要とわざわざ言いました。でこの主要経済国会議というのは全く日本のセクターアプローチだとか、その全ての主要排出国が関わらなくちゃ意味がないとか、そういうことを言って、全く日本と同じことを言っているプロセスなので、これが主要というふうになると非常に疑問に思えます。